59年ぶりとなる日本シリーズ関西シリーズ対決となった阪神電車の大阪梅田駅西口に当たるんですが、もう阪神電車もですねオリックスとの関西対決ということでもう大変なですね盛り上がりになっていると思うんですけれども、阪神電車の方ではその関西対決を記念した記念乗車券と入場券も発売されるということで今構内の方に放送がなされていたんですが、まあ、今来ているところは阪神の大阪梅田駅の西口なんですけれども、まあ、このように綺麗に改装がなされて、そして左側の連絡通路を広々とした通路になって快適にですね移動できるようになったんですね。今回は阪神電車に乗るわけではなく、そこから西口から出てきたんですが、そこから西へ直進していくとハービス大阪方面へ、大阪ガーデンシティ方面になるんですが、左手の方に行くと大阪メトロ四ツ橋線の西梅田駅になっていて、階段を下ったその先に南側のところになるんですが改札があります。鮮やかな花が咲かせてあるザ・ヒルトンプラザウエストの入り口、その向かって出てからは右になるんですが、そこにエレベーターがあります。エレベーターを使って地上へ、大阪駅西の交差点前の信号をここは渡らずに、そこから左へと曲がってきます。ハービスエントが目の前にあって、そしてこのようにガラス張りの新しい建物が、大きなビルがもう完成段階に来ているというところなんですね。そこから梅田三丁目方面へ西へ向かっていくんですが、ちょうど今阪神バスの高速バスが止まっているんですけれども、ちょうどハービス大阪の高速空港バスターミナルにあたります。ちょうど今関西空港行きが入ってくるところなんですが、このバスターミナルも歩道を兼ねているというところで、まあ、このまま行くことができるんですけれども、ちょうど今4番の大阪駅行き、大阪城のホテル2号台からやってきたバスなんですが、そこが通ってきたところで間もなく梅田2交差点へと差し掛かってきます。そうするとハービス大阪のいわゆるサテスタ広場のところへとやってきます。今スピーカーからですね音が流れているんですけれども、コロナ禍に梅田 FM B ハッピー789のサテライトスタジオがあります。そしてそこからハービスプラザの方へと入ることができるんですね。ハービス大阪のサテスタ広場を抜けてきて、梅ぐるバスの西梅田バス停前にあたる、こちらが少し木々が隠れて緑の葉が隠れて申し訳ないんですが、ブリーゼタワーにあたります。そのハービス大阪とブリーゼタワーを左右に囲む形で進んでいくんですが、すぐさま左へと曲がってきて曽根崎通りの国道2号へと出てきます。南の方へと向かってきて桜葉西交差点へ、それと同時に曽根崎通り国道2号へと出てきて、ここも信号を渡らずに右へ、すなわち西の方へと向かってきます。その先に目を向けると阪神高速11号池田線の高架がかかっています。新出入橋東の交差点の信号を渡って、右手が阪神高速11号池田線になっているんですが、すぐさまに右へ曲がってきます。そして右に曲がってくると、こちらが昭和10年に竣工した出入橋であります。そして阪神高速11号池田線の高架を抜けてくると、 NTT テレパーク堂島の周辺へと差し掛かってきます。こちらの建物が NTT データ堂島ビルになっていて、そこから西寄りに向かっていくんですが、まあ、どちらかといえば南南西寄りに向かっていくというところなんですね。そして間もなく堂島三交差点へと差し掛かります。左斜めには堂島クロスタワー、堂島クロスウォークの高層のマンションタワーが見えます。堂島三交差点から左に曲がると民の橋方面へ、
そしてその先、大阪中之島美術館と大阪市立科学館方面なんですが、堂島山交差点の南西側には大阪中之島合同庁舎、大阪高等地方検察庁と大阪府検察庁、そして人事院の近畿事務局が入っています。そして左手には堂島クロスシティの商業施設とマンションタワーが見えてきて、その先を進むと ABC 朝日放送が左斜めに見えてきます。ここで道路沿いから離れて左の方へと曲がって、このような散歩道を思わす敷地の中へと通ってきます。今度は ABC 朝日放送の敷地を右に見る形で、階段を上がって左手に ABC ホール3台目になるんですが、そこの入り口があるんですけれども、その ABC 朝日放送の北側向かって西側にはこのような碑が置かれてあります。実はこの場所が一万円札の銅像の顔になっている福沢諭吉の誕生の地とも言われているんですね。そしてこちらが福知浜緑道になっていて、その先に船着き場があります。そしてこちらがレッド&ブルーストリートも言われていて、医学博士でトランペット奏者のレストラン経営者であるる手島正一が小樽町をジャズの町にと自ら率いるジャズバンド名レッド&ブルーから名付けて、このストリートの名前がついたということなんですね。小樽町の南西側にあたる玉江橋北詰の交差点に来ました。周辺には関西電力病院があり、そして中之島クリニック、そして西側にはマンションタワーが多くそびえ立ちます。そしてここで玉江橋を渡っていって中之島通りへと向かいます。そして玉江橋南詰の交差点を渡っていって、その先を南に行って下っていくと、そのが何わ筋になっているんですけれども、今こちらで何わ筋線の工事が進められているところなんです。その先を西に行くと中之島バンクスという遊歩道になるんですが、近くに京阪中之島駅、これが東側にあたります6号出口ですね。そこから下って行ってバス停があります。右手に玉江橋のバス停を過ぎて、そして中之島駅の出入り口が中之島バンクスにまた2箇所あるんですけれども、その先には飲食店などの入っている商業施設があります。そしてこちらが中之島通り、いわゆるですね西側ということになるんですけれども、この辺りは緩やかに左の方へ曲がってきているというところなんですね。そして左手に南北の長方形に伸びるこの建物、リーガロイヤルホテルが見えてきて、大阪国際会議場前にあたる京阪中之島駅の西側が近づいてきたことになります。そしてその後諸事情があって、中之島に着いたんですが、京橋の方に来てしまいました。こちらの方で結果を紹介することとなります。今回は阪神の大阪梅田駅の西口から一旦それだけ通りの方を横切る形で中之島周辺を通っていて、京阪の中之島駅まで時間にして32分06秒、距離にして 1.93 キロ、2729歩の224キロカロリー、少しですね上り下りがあった関係で、カロリーが200キロを超えたわけなんですけれども、行楽シーズンを迎えて、朝早くから行かれる方が多くいらっしゃってて、京阪電車の方もそこそこ乗っていらっしゃったという印象がありましたけどもね。ちょうど今関空急に快速が発車してきて225
5000と5100番台の4両を備えた電車が行くわけなんですけれども、一気にですね涼しくなっていって秋めいた感じになってきたんですけれども、まあ、これから行楽シーズンを迎えて紅葉も一気に進んでいくんではないかと思いますね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。